危機に瀕した姫殿下を救出した私たちは故国エンナカムイへ。こののどかな里にも戦火の影は忍び寄り、また衰弱した姫殿下も復調の兆しは未だないのです。この逼迫した状況の中で兄様が下す決断、それは歌われる者二人の白愚第1話。兄様は私が支えなければならないのです。